おはいなし。本日はゲームではなく珍しく別の話題、大人気 MMORPG 自称ナンバーワン YouTuber である私の動画の制作手順を大公開します。本来制作手順を公開するのって私にとってはチブを見せるのと同義で絶対嫌だったんですが、なんで急に気が変わったかというと、こちら半導体メーカー NVIDIA 様からの NVIDIA スタジオの PR 依頼です。いやすいません、編集にそれ使ってないんですけどって思ったら、知らずのうちに使っていたことが判明しました。動画編集拘束課の影の立役者になっていたので、制作手順を説明する傍らその要素も合わせてご紹介します。私は GPU とグラボの違いも分かんない、てかもうそういうレベルじゃなくてルーターとかの配線すら鳥肌立つくらい超絶機械音痴なんですけど、逆に言えば機械音痴の私が環境を整えなきゃと肩肘張らなくても今勝手に高速に動画編集ができてるってこと。今回ご紹介する内容がクリエイターの方にとって一つでも参考になれば、そうでない方にとってもへえそうやって作ってるんだという暇つぶしのネタになれば幸いです。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。私の動画の制作手順をざっくり示すとこちら。企画検討、原稿作成、収録、動画撮影、編集、出力、サムネイル作成、アップロード、以上です。じゃあ一個ずつ見てみましょう。ちなみに使ってる機材については割愛します。モニター4枚とそこそこのパソコン、それと何のこともないマウスとキーボードです。いやだってこだわりねえんだもん、言うことがないんだって。あえて言及するならモニターが4枚あることぐらいでしょうか。配信時はゲーム画面、 OBS、 コメント欄、あとはなんか調べ物する時の画面に使い、動画作成時は Adobe プレミアのシーケンス画面に1枚、各種プロパティとかの画面に2枚、そして動画や画像の移送用にエクスプローラー1枚という構成でやってます。ご参考まで。冒頭から脱線しましたが、早速制作手順を個別にご紹介します。企画検討。まずは動画化するテーマを考えます。あらゆるものが全てネタのインプットです。一番わかりやすいのがやっぱりゲームで、うおーって感情を動かされたらすぐ動画化します。人と喋ってる時にうおーってなることもあるし、風呂入ってる時にうおーってなることもあります。ネタは Google Keep にメモってます。 PC とスマホで簡単に同期できるのと、あとインターフェースがシンプルで好きだからです。時々後から見返した時によくわからなくなる記載もあります。ダメですね。いっぱいインプットしていっぱい考えればネタは勝手に湧いてきます。私が尊敬する方から聞いて刺さった言葉があって、もし考えてもアイディアが出ない時どうするかっていうと、もっと考えるらしいです。私は今もそれが真理だと思っています。原稿作成、収録。私は基本的に収録前に全部原稿を作ります。アドリブで喋ると論理性が損なわれるし、えーとかあのーとかいういわゆるフィラーも混ざっちゃうし、あと原稿あればそのまま字幕にもできるし、アドリブでブワー喋っても動画として成立させられる頭の回転が速い人羨ましいと思いながら、パチ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 タイピングしてます。メモ用ソフトは桜エディターで、字幕化した時に開業しないよう1行が一定文字数以上にならないよう注意します。後続作業の都合上1ブロックあたり空行を挟んでいて、こんな感じで最大でも一遍に2行までしか表示させないようにします。原稿を作るともう一個いいことがあって、原稿の総行数からだいたい動画が何分ぐらいの尺になるか予想がつくので、その長短に応じて膨らませたり削ったりしてます。で原稿が完成したら今度は収録します。録画用ソフトはオーディシティ、マイクはちょっといいやつでノイマン TLM102。 このマイクを使うのに外付けのオーディオインターフェースが必要だったので、ネット上のなんか安いやつを買いました。もともとオーディオインターフェースは定番と言われているヤマハの AG03MK2 ってのを使ってたんですが、オーディシティと相性が悪いらしく一生ノイズが混ざるので、思い切ってより安いオーディオインターフェースに買い替えたという経緯があります。この原因特定にバカクソ時間食ったので、思い当たる人いたらオーディオインターフェースの変更をご検討ください。録音はショートカットキーを駆使してうまいこと録音します。オーディシティはマクロ機能もあるのでその辺強い。私の動画を見た視聴者からちょいちょい家なすさんよく流暢に喋れますねって言われるんですが、そんなわけなくて、実際はクソ噛みまくってるので今のやつとか全部撮り直してます。なので収録地味に時間かかるんですが、ただ個人的に合成音声が苦手というか、なんか頭に入ってこないので、ここはしっかり時間使って肉声でやってます。実際に口に出して録音していると原稿を変えたくなるので適宜修正します。以前声優の方からも原稿の違和感に気づくには音読が一番と教えてもらいました。本当にそう思います。というのもあるので、後続のどの作業よりも収録を先にやっちゃって原稿をフィックスさせる感じです。収録が完了した頃にはどんな動画が必要なのかイメージ湧いてるので、続いて動画を撮りに行きます。というかもう5分経つのに、さっきから NVIDIA スタジオの N の字も出てねえじゃねえか。大丈夫かよ。
大丈夫、そろそろ出てきます。動画撮影。動画の撮影方法については2つに分岐します。1つはシンプルに原稿を作った後に撮りに行くパターン。 Windows 11 の標準的な録画機能を使ったり、範囲を指定して録画したいときはスクリーンレコーダー4というソフトを使ってます。録画ソフトはこれまでいろいろ使ってみたんですが、これが一番シンプルで好きでした。もう1つの撮影方法はこれまでの YouTube 上のゲーム配信によってすでに録画が完了しているパターンです。ご存知の方も多いかと思いますが、 YouTube は最強の無料ストレージでもあり、 YouTube で配信すると1回の配信が約12時間を超過しない限り配信内容がアーカイブに残るため、 YouTube スタジオから動画をダウンロードできます。ギガファイル便などと異なり保存期間無制限、最強。もちろん配信によりアーカイブされた動画は配信を挟んでる都合上、ローカルで新たに録画した動画の方がより画質はいいっちゃいいんですが、私の動画は映像が主ではないのもあり、配信アーカイブの画質でも動画の活用に全然耐えられます。耐えられてますよね。で、配信でもなんでこんな画質を維持できてるかっていうと、 NVIDIA スタジオのおかげなんですよね。 GPU エンコーディング機能がストリーミング時の画質を向上させてるからなんですね。はい。意味わかんないですよね。ご説明します。まずそもそも NVIDIA スタジオってなんやねんってところから。 OBS スタジオっていう配信アプリもあるのもあって、 NVIDIA スタジオって聞くとなんかのソフトウェアの一つかなって思うかもしれませんが、そうではありません。じゃあ何かっていうと、 NVIDIA 社の GPU 要はハードウェア、 NVIDIA の独自ドライバー要はソフトウェア、あとはよくあるクリエイター用アプリたち、これもソフトウェアですね。これらの総称を NVIDIA スタジオと呼びます。 NVIDIA の GPU が搭載されているパソコンで NVIDIA 独自のドライバーをインストール済みだと、さまざまな有名アプリで NVIDIA スタジオならではのボーナスが発生するということです。 NVIDIA スタジオのページでボーナスが発生する対応アプリが一覧化されてるんですが、クリエイターならまあ知ってるよねってアプリがずらり。私は今動画編集にプレミアを使ってますが、その前に使ってたサイバーリンクパワーディレクターにまでボーナスが及ぶとは驚き。で、これらボーナスのうち OBS スタジオで発生するボーナスの一つが、先ほど話した GPU エンコーディング機能によるストリーミング画質の向上ということです。要は NVIDIA のおかげで配信の画質、ひいてはアーカイブした動画の画質も上がってますってことです。その結論さえ分かれば、正直仕組みはどうでもいいって人いるかもですし、まあどっちかというと私もそうなんですけど、せっかくの機会なんで GPU エンコーディング機能についてご紹介します。そもそも大冗談から、エンコーディングってなんやねんってことなんですが、一言で言うと圧縮作業です。何か映像配信するとき、そのままの映像データだとサイズがでかすぎて YouTube にも載せられないし、仮に載せられたとしても視聴者も再生できません。なので配信するときは必ずエンコーディングという圧縮作業を行います。で、通常このエンコーディングはパソコンの中の CPU で処理するんですけど、パソコンの中に GPU があればそっちでもエンコーディングすることができて、処理性能については GPU 使った方が圧倒的に早いということだそうです。ただ処理性能については GPU に軍配が上がるも、圧縮処理後の画質については CPU の方に軍配が上がることが多かったっていうのがこれまでの常識。しかし今や NVIDIA の GPU、 正確には NVIDIA の GPU に内蔵されている動画エンコード専用ハードウェア、 NVIDIA Video Encoder、 これを使うと CPU とほぼ同等、あるいはそれ以上の高画質を維持できるんですって。だからわざわざ GPU エンコーディング機能によるストリーミング画質の向上っていうのがセールスポイントになってたんですね。私今まで恥ずかしながら、そもそも CPU より GPU の方がグラフィックスプロセッシングユニットいうぐらいだし、処理速度も画質も両方上回ると誤認してたので、そもそも NVIDIA の GPU なら CPU と比べても画質は肩並ぶんやでってこと自体がありがたいことだと認識していませんでした。ごめんなさい。というわけで回りくどくなりましたが、 NVIDIA の GPU 使ってると配信そのもの、それと配信でアーカイブした素材の画質が向上するので動画にも流用しやすくなってグッドってことですね。ではそんな感じで、新たに録画するなり録画済みのアーカイブを流用するなりで動画素材も集まったとして、いよいよ編集に入ります。編集と言っても原稿も動画素材も整っていれば半分ぐらいは終わっているようなもの。まずはプレミアを立ち上げ、さっき収録した音声ファイルをポーン、それとさっき作った原稿に魔法をかけることで字幕ファイル化させ、それもプレミアにポーン、さらに気合で音声ファイルに字幕ファイルを合わせます。ここもうちょっと自動化する手段ないかなと思いつつも、いつも真心込めて字幕をつけています。音声ファイルに字幕をつけたところで、いよいよ動画素材をポーンポーンして、まずは動画を各パートに当て込むことを第一に考えます。ポン出し素材とかサウンドエフェクト
フェクトとかそういうのは所詮全部あったらいいなでしかないので、まずはないとダメの要素である動画の当て込み、これを優先させます。そしてこここそが動画で一番強調したいポイント。さっき言った YouTube の配信アーカイブ素材ならまだしも、 Windows 11の標準機能で撮影した動画とかだと高画質で撮影しているのもあって1時間弱で平気で 30GB とかになります。がそんな動画素材をプレミアにぶち込んで動かしたりカットしても全然カクつきません。それにシークバーをスルスルって動かしてもプレビュー画面上もスルスルと表示してくれます。これがでけえ。この一挙手一投足に対して少しでもカクつくか全くカクつかないかで最終的な編集時間に雲泥の差が出ます。現状全くカクつかない感覚なのでここには満足しているんですが、なんで 30GB のクソデカ容量の動画ファイルをこんなスルスル編集あるいはプレビュー表示できるのか、ちょっと不思議に思いませんか。そう、ここで NVIDIA スタジオのボーナスが効いてくるんですね。プレミアに適用されるボーナスのうちのここ、デジタル映画ビデオ視覚効果音声のための GPU アクセラレート非線形編集と GPU がデコードを高速化し高解像度のビデオやマルチストリームビデオの再生とスクラブが滑らかになりますってところです。こっちはさっき出てきた言葉と被ってますね。配信するとき生データだと容量がデカすぎるからエンコードしてるって話をしましたが、配信するときと同様 MP4 ファイル等に保存するときもエンコードして保存しています。逆にプレミアで動画編集するときはエンコードされた MP4 ファイルをデコードしてからでないと編集することができません。さっきポーンの一言で済ませちゃいましたが、実際は内部で勝手にデコードしてくれてるってことで、 NVIDIA の GPU だとこのデコードを高速化してくれるので結果としてプレミア内の動画再生やスクラブが滑らかになるってことですね。スクラブってなんやねんと思ったら、さっき私がやったようにシークバーをスルスル動かすことをスクラブっていうらしいです。へえ。一方でこっち GPU アクセラレーテッド非線形編集って何かというと、別に難しい話じゃなくて、動画素材をタイムライン上動かしたりカットしたりする作業を CPU じゃなくて GPU が肩代わりして高速編集してくれるって意味です。非線形編集って何かというと、従来はカセットテープの編集みたく冒頭から順番にしか削除とかできなくて、それを線形編集と称してたんですが、今や普通の動画編集ソフトなら素材のどっからでもカットしたり動かしたりできますよね。これを非線形編集と言います。だからめちゃくちゃ乱暴に言うと NVIDIA の GPU 使って編集高速化するよってことですね。きっと内部的には NVIDIA がいろいろ英知を結集してこの高速化を果たしてるとは思うんですが、これ以上の理解はまあ一緒、とにかくいつもありがとうって感じです。ただちょっともう一個だけ具体的にありがとうって言いたいところがあるのでご紹介。プレミアの最強機能の一つに AI を使って既存の音楽の尺を自動で伸ばしてくれる機能があります。動画編集あるあるなのが、よし編集終わった、ここまでの尺になったな、じゃあ BGM にする MP ファイル突っ込もう、うわー BGM の尺が微妙に足んねー、うぜー。こういう時、今まで私は BGM のいい感じのところで1フレーム単位で切って継ぎ足してをして切れ目ないようにループさせるっていうだるい作業をやってたんですが、このプレミアのメディアインテリジェンス機能を使って既存の BGM 素材をビヨーンと伸ばすと、素材の尺が伸びましたね。これ BGM 素材の中身を AI が理解して音楽の中身を極力変えないまま途中でええ感じにループさせて尺を伸ばしてくれてます。しかも AI 使ってるにもかかわらず、今お見せした通り全然時間かからんし、これによる編集の効率化の効果ったらマジでパないんですけど、多分これは編集者でない方に言ってもお前一人で何勝手に興奮してんのって思われるだけなんで、この辺にしといて、言いたかったのはしれっとこのメディアインテリジェンス機能の高速化についても NVIDIA ボーナスが効いていたので、これはマジでありがとう。そんなわけでまとめると、 NVIDIA スタジオを使うとプレミアにおける素材のカットなどの編集、 AI による素材の保管、再生やスクラブなどによるプレビュー、まあもう全域って言っても差し支えないでしょ、全域で編集効率化の恩恵授かれるってことです。そんな下駄履きの効果もあり、動画の整列やらポン出し素材の追加やらエフェクトの追加やらスーパーの追加やら BGM や効果音の追加やらもろもろやることによってようやく動画が完成。表示に関するミスがないか、音量バランスがおかしくないかなど、ヘッドフォンつけて通しで最終確認したらようやく動画の出力です。出力！完成した動画を MP4 ファイルに出力します。せっかく高画質で録音した素材を使ってもこの辺の解像度の設定を控えめにしちゃうと無駄に終わるので注意。ここの出力もサックサクで、これは動画で使用している素材の密度によって大きく変動するので一概には言えないんですが、先日公開したこの動画で言えば出力時間がこれぐらい、以前の PC の時は今と比にならないぐらい出力時間が長かったので、その時間使ってお風呂入ったり寝てましたけど、今は離席する必要もないですね。
で、ここまでの話聞けばまあそうだろうなぐらいにしかならんと思いますが、この出力作業でも NVIDIA スタジオボーナスが発生しています。さっき言った通り MP4 ファイルにするにはエンコードが必要なので、それを NVIDIA の GPU が高速で処理してくれるってことですね。ありがとうございます。ちなみに NVIDIA 関係ない余談ですが、プレミアには MP4 ファイルの出力を介さず直接 YouTube にアップロードすることもできます。私は情弱なので最近知りました。念のため共有しておきます。出力が完了したらいよいよ顔面工事です。サムネイル作成。動画作ったらサムネの作成です。どれだけ中身ちゃんとしてようが、サムネがクソだとクリックされず、つまり中身も見られないので、サムネは本当に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 大事です。なのに私はサムネがド下手クソなので、当チャンネルの主要課題の一つでもあります。いろいろあって私はマイクロソフトパワーポイントとマブなので、これまでサムネにはパワポ使ってたんですが、さすがに最近やりたいこととできることのギャップが目立ち始め、最近しぶしぶフォトショップも併用し始めています。という経緯につき、現状私はフォトショ弱者なので、あんまり言及するとボロが出るのでさらーっといくんですけど、フォトショップの機能で一つ明確にめっちゃ便利なのが被写体の切り抜き。従来は同じことやるのにウェブサイト上の無料サービスを使ってたんですけど、無料版だと解像度に制限があるし精度も完璧じゃないので苦労してましたが、 Photoshop の AI は高速かつ高精度、人物だけサムネに使いてーって時とかにこの機能を使い倒してます。で、ここでも NVIDIA スタジオボーナスです。Photoshop にもボーナスが適用されていて、今私がお話ししたような AI 機能が RTX によって、RTX ってのは NVIDIA の GPU のシリーズ名ですけど、 RTX によって高速化されるってことです。あざーす。アップロード。サムネまで作り終えたら、あとはアップロードして、タイトル書いて、概要欄書いて、公開時間設定して、X に動画公開ポストを予約投稿したらミッションコンプリート。また次の動画を作りに行きます。そんな生活を一生繰り返してます。いかがでしたでしょうか。なんとなくどんな感じで動画作ってるのか想像つきましたでしょうか。個人的にはアウトプットで語れがモットーなので、こういう作業プロセスの話とか企画の考え方とかは普段面試部ぐらいでしか喋らないんですけど、せっかくいただいた機会なので紹介してみました。にしても NVIDIA ボーナスの多さよ。この話いただくまで一切知りませんでした。すみません。 OBS スタジオ、プレミア、フォトショップなど動画投稿者や配信者なら触るであろう様々なメジャーアプリで品質向上や効率化の恩恵に授かれるってことですね。まあ何よりも素晴らしいのが、現に私が知らなかったのがその証だと思うんですけど、 NVIDIA スタジオを使わなきゃとか別に意識せずとも勝手に高速化してくれる点が機械音痴としてはありがたいばかりです。ぶっちゃけ NVIDIA の GPU もプレミアやフォトショップなどの NVIDIA スタジオボーナス対象アプリも安い買い物ではないんですが、作業効率化の効果は甚大、時は金なりですから私は大満足してます。もし今 NVIDIA の GPU を使っているクリエイターの方は、ボーナス対象アプリを認識した上でアプリを選定するといいですし、現状 GPU が NVIDIA でない方は、特に配信とか動画編集をする人なら NVIDIA スタジオボーナスを意識した GPU アプリ選定をおすすめします。この動画の概要欄に NVIDIA スタジオのページを貼っていて、そこでボーナス対象アプリが見られるのでぜひ覗いてみてください。今回は直接ゲームとは関係ないイレギュラーな動画でしたが、普段は限りある時間で面白ゲームをみんなで最大限楽しむことをモットーにチャンネル運営してます。よろしければチャンネル登録をお願いします。一生一緒に NVIDIA。 おつゆなし。